あの頃は僕はいつも一人で暮らしてると僕の母さんは僕の言うことをちっともちっとも信じてくれなかった。だから僕は無理やり学校へ行かされたんだ。しばらく経って学校に着くと、そこにはもちろん誰もいない。校門の前で座って、ただ時間が過ぎるのを待っていた。あの日々を、あの日々を、僕は僕は大事にしたい。あれらの日々があるから、今の僕がここにいるんだ。あの頃の日々を、あの頃の日々を、僕はずっと大切にしたい。